はい、では、先ほど作った、姿勢をもとに動きに走りにつなげていきたいと思います。まずはミニハードル、今幅がだいたい3足、ほどで5台、並べています。もし、ミニハードルがなければ、家にある目印になるもので、用意してもらったらいいかなと思います。次に動きの中でなんですけども、まずは横向きにこの状態で、進んでいきます。横に、する理由、人間の体は前後に動くようには、できてるんですけども、横にはなかなか、動かないようにできています。なので、まずは制限のかかった状態でしっかり踏み込んだ時の形が作れるように、やっていけたらなと思います。ではお願いします。ポイントとしては踏み込んだ時のお尻の上にしっかり体重が乗るように踏み込みをしてほしいのと、あとは足の切り替え、ついてから上がってくるではなくて、ついた時にはもう次の動作に進めるようにしっかり形を作ってきてもらえたらと思います。横の動きをしてできるようになれば、次は前を向いてやっていけたらと思います。お願いします。前の動きになると、先ほども言いましたけども、前へ動く、折れることが多かったりします。しっかり軸を作って、きっちりやっていけるようにしてください。コロナの中大変ですけども、来シーズン、いい結果が出せるよう期待してます。ありがとうございました。